夕飯食べに、唐山さんにやってきました。この日は、家族のチョコザップのお迎え帰りだったので、BMWi3 でやってきました。このね、i3 屋の全長4メーター足らずで、小回りスイスイなんですよね。で、加速はもう電気自動車なんで、もう異次元加速、ワープみたいな加速するんですけど、で、このホイールが4メーター足らずなのに、19インチ履いてるんで、なんかこうリアルチョロ Q でかっこかわいいんですよね。しかも、車高調で、この車高の落ち具合が絶妙なんですよね。いい具合な落ち具合なんですよ。なんかこう、スポーツカーみたいだけど、かっこかわいいっていう。これが気に入ってるみたいですね。まあこれ家族の車ですけど。ということで、唐山さんに、入って、晩ご飯食べたいと思います。で、今回食べたかったのは、こちらなんですよ、これ。カレーうどん定食ってね、何でしょうかね、これ唐山さん唐揚げのお店ですけど、店内入るとメニューもカレーうどん定食って書いてあるんですよ。見てみると鉄鍋の中に唐揚げ2つとうどんと、まあカレーのルーと、あとは、卵温玉かな、あと豚肉も乗ってますね。これがカレーうどん定食なんですね。メニューの中を見ると、中はどうなんだろう、中は通常メニューですね。中は普通のメニューになってますね。ということで、唐山さんの、カレーうどん定食と、家族は、定番の、唐揚げ定食をオーダーしてみました。テーブル見るとね、これですね、これ、茶色い壺と黒い壺があるんですよ。で、これは何かというと、この、この茶色い壺はイカの塩辛です。これサービスです。そしてこの黒い壺はこれ大根のお漬物、これもサービス、これありがたいですよね。塩辛だけでご飯一杯いけますからね。さて、こっちにはマヨネーズとか爪楊枝、七味とかありますね。お茶もテーブルにあります。そしてやってきました、これですよ、これが唐山さんのカレーうどん定食です。もうね、カレーのいい香りがしてますね。ポワンと、軽めスパイシーなカレーの香りがしてますね。それではカレーうどん定食いただきます。もうね、七味もセッティングして、大根もご飯の上に乗っけてあるんでね。まずはこの、とろろ昆布の味噌汁ですね。これシンプルだけど、とろろのお出汁が出て美味しいですよね。七味が合うんですよね。さて、これカレーうどん定食ですよ。カレーのね、いい香りしてますよ。あ、もう熱々ですね、熱々。うどんはね、とろとろ気味に煮込まれてる感じがしますね。このうどん、カレーがね、よく染みてて、これ美味しいですね。しっかり煮込まれてますね。しかも熱いですね、熱々。これはね、ご飯が進みますね。あの、ご飯が進むようなカレーのテイスト、辛くもなく、まあ、甘くもない、ちょうどいい程よいスパイシーさの中辛ぐらいですね。いや、これとっても美味しいですね。これご飯が止まんないですね。そしてこれ軟骨揚げ、これがねカリッとしてザクッとするんですよ。これもとっても美味しいですね。このあたりのうどん、あ、唐揚げいきましょうか。唐揚げちょっとね、半分カレーが染みたこの唐揚げですね。これあ、カリッとしてジュワッときつつ、染みたカレーが合いますね。カレー、あ、唐揚げの肉汁にこのカレーが合いますね。もう一回カレーにつけておきましょうか。これもご飯止まんないですね。そもそも唐揚げ美味しいんでご飯進みますけど、そこにカレーが染みちゃってるんでね、もうご飯がより進む状態になってますね。このあたりのうどんですね、これ本当よく煮込まれてて、しかも熱々ですね。もうね、湯気すごいですね。あ、熱くて美味しいですね。やっぱカレーうどん好きなので、もうこの辺は間違いないですね。そしてこの豚肉ですね、豚肉、なんか豚肉が入ってるんですよ。これをうどんを包んで食べるとカレーの風味がして、あ、豚バラ肉じゅわっと脂身出て、カレーと相まって美味しいですよ。これもご飯止まらない系ですね。とろろ昆布の味噌汁をおかわりして、これね、やっぱおかわりしちゃうんですね。美味しいんでね、すいません、もう一杯くださいって言ってね、おかわりしました。さて、この熱々のとろとろのカレーしみしみのうどんがね、美味しいんですよ。いや、これほんとカレーうどん好きにはたまらないですね。カレーうどんに唐揚げが入ってるようなもんですからね、これはもうね。で、このカレーしみしみの揚げたての熱々の唐揚げがじゅわうまなんですよね。いや、これほんと美味しいですよ。このカレールーが本当ご飯に合うんですよね。ということで、カレールー食べきったんじゃなくて、ご飯にかけました。ご飯に乗っけて、カレーうどん丼にしました。ということで、締めはこのカレーうどん丼ですね。で、この温玉ですよ。この黄身がとろーりしたところを、
カレールーしみしみのご飯もろともこんな感じなんですよ。これはね、締めのご飯としてはこれ相当に美味しい、まあ、見た目あれですけどね、これとっても美味しかったですね。カレールーと黄身とろとってもよく合います。ということで、唐山さんのカレーうどん定食とっても美味しいのでおすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。